はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター翔輝です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。突然ですが、新しくコースを作ったんで紹介したいと思います。オトメッドナンバー9ビートニューワールドキープラン演奏コースだね。これオトメッドって言って、ニコニコ動画とか YouTube とかでよくオトマッドに使われてる楽曲、それをメドレーにしましたっていうね、そういう曲があるんだけど、まあオトメッドよりもそれを使ったオトマッドの音ばっかっていうファイナルファンタジーのマッドの方が今知名度高いかな。うん。で、そのオトメッドの各パート、例えばチルノとかドクターマリオとかロキとかを各演奏職人各パートに分かれて作って、それを最後に組み合わせて動画にしましたっていうイベントにね、参加したんで、そう、俺のパートがこの9番目のビートニューワールドってとこ、コネクトの次だね。うん。一番知名度高いとこの次のパート。作ったんでぜひ聴いてください。はい、まあこんな感じでね、作りました。これ合わさった、そう、完成版のオトマリオね、ちょっと概要欄に動画のリンク貼っておきますんで、ぜひ見てってください。This course has been deleted. こちらやっていきましょう。クリア率 1.46。さて、50コインをすべて取ってからゴール。スパイク書いてるよ。これ、え?これトロールコースか?これ上行けないか、そんじゃま下降りるしかねえな。はいはい。うわーボエ!やっぱこれトロールコースだわ。これこっち行ったとすぐ右。うわーボー!違う、すぐ右じゃない。これまず左からのこう避ける。避けろ、普通に。言ったんだから。そこで見っちゃダメでしょ。もうさすがにクリアしような。おらよっと、オッケー。で、ここ入るので正しいか?ん?待って、嫌だよ、かすーの、ぽぽぽぽ!あれ?ちょっと待って、これ、ん?道あるか?とりあえずこうでしょ?横バネ第2弾が発射されない。ってことは、さっきの横バネが落ちてない。下に残ってる。ってことは下に足場がある。急がないとダメなんね。オッケー。ということはここ急いでここ行くことで、ブブー!読まれてるなぁ。さすがエラーリン。よし、オッケー。で、こう行きます。いいね。で、多分ここ急がないといけない。これ何?ん?君は何なんだ?これは土管入れる?はい、何?びっくりした。入れる。なんか、ようわからんけど、いけた。今のは何ぞや。おー。ブンブンさん、こんにちは。どうしたの?ヒント。そこを降りましょう。ほう。これ左は?これは何?え?普通に行ける?いやでもなんかこれ、このリフトすっげー怪しい。このリフトのこの線、絶対ね、何かバグが起きるやつ。チェック。うわあ待って、なんで俺ジャンプしたんだよ。よし、というわけで、こうからの右、違う、ああ、右押しっぱじゃねえ。こうからの、こう。よし、いいね、入れた。で、次は、これは降ります。これ、ちょっと、待って、怪しい。うわあ多分これ、ここ左で、待機かな。こう、こうか。オッケーオッケー、いいね、いいね、いいね。で、うわ、危ねえ。これ、急がないとダメだってやつか。セーフ。からのからのこう下降りてそのドッスンはなぶこれ多分こう端っこに寄りましょうってことかだね、オッケー。で、これでドア入るので合ってるよな。おう、50コイン全て取ってからゴール。はい、1枚取ります。まだ冒険は続くどんって感じ。ああ、言われて。え?合ってるよな。こっちしか道ないよな。スパイク。そこになんかあるの?嘘でしょ?何?何があるの?パックン?え、パックンフラワー?だから何?ああ。これはただ単に死ねますってだけか。オッケーオッケー。死にに行こう。つまりこのスタートのこのスパイクのとこに何かありますよって話?はい。何?あ、こっち行ける。ピンポン、ボーン、ぶねあぶねうわこっから本当の冒険が始まるドン!いいね。音符?じゃあ、パウ?よいしょ。これ持ちます。ま、何をしてんだ!すごいな、このコース。で、ここもパウ取ったら、
バネが瞬間移動してくるから気をつけようねと。あっぶね、あぶね、待って。すぐ投げろと。ほら、やっと。いや、今度は何なのこれは。これは何なん、本格的にわからん、今死んだ理由は。あ、普通にこれ叩けばよかったんだ、持つんじゃなくて。何を俺は深読みしてんだ。 1? え、ここまでパウ持ってこい。ここまでパウ持ってこないとダメだった。マジ終わった臭いけど、とりあえず先に進もう。これ何、なかなか死なしてくれないやつ、それともこれドア入りましょうって話。ウィやめろ、健全な子供も見てる番組なんだぞこのチャンネル。わ、危ない。2、そこに50コインありますよと。あっぶね、よし、こうやって取れます。普通に取れてるよね。3枚目の50コインどこ行くね。そっちか、そっちで取れって話か。で、4枚目、それ50じゃなくてこれ、うわ、30でね、なんか勝手に右行った。これはなんぞや。4枚目の50コインはそこですよ。はいはい、ちょっと待って、50コインがどっち行くんだよ。もうめちゃくちゃ俺振り回されてる。で、これで多分ゴールのところに着きますよと。そういうことだな。オッケー、頑張ろう。なんでお前いるんだよ。よし、おさらいパート入ろう。ここでまず隠し叩いて溶かして、こっち行ったら画面外からトゲゾウ来る。ダッシュでこれくぐり抜けるガボンを。で、ここは、ここがまだわかんねえんだよな。ここどうするんだろう、これ。これどうするんだろう。よいしょ、持つ。あ、いけた。で、これで下を着します。で、このパウもっかい持って、で、あー危な、なんかあった。で、ここでぶん投げて、お前どこ行くねん。あ、そっち、10コインじゃねえか。50コイン、そっちか。というわけで、これぶん投げた後、もうビビるな。10コインじゃなくてこっちだよ。そう、こっち、オッケー。これでようやく1枚目の50コイン取れました。これすぐ入ろう。よし。からの、2枚目は特に何をしてんだ。今のは普通に下手。こっからの、あぶね、これで、普通に取りに行きましょうってことだよね。そうだよね。これで合ってるよな。よいしょ。なんかようわからんけど、これで合ってると俺は信じて、バカ野郎。よし、ここ落ち着いてね。これでいいね。あぶない。で、この50コインは、そう、左か、マジで左、さっき右だったじゃん。積んどるやないかい。よし。さあ、こっから、これ、ちょっと待って、これを置く。待って、やらかした気する。これ多分下置きしないと、あ、いけるんだよな。いけるか。なんかこの後パウ持ってかないといけないみたいなことが、うわー読めてました、これ。はで、こう、待って、よし。で、これで50コイン取って OK。 これで完璧だ。よし、ちょっとここきつかったな。なんかあれ、オンオフした、どうした。これで、おーよー、なんかいけた。で、これで、ドア入れってことか。これで、ドア入ることで、あ、4、バカたれな、なんで今、なんで今俺ジャンプできなかったの。よし、ただいま。これあれだな、ここにあれか、一方通行があったんか。単純な話だ。よいしょ、OK、いけるね。ここ大丈夫だよね。よし、大丈夫だね、OK。で、4番目、それは、素直に落ちるんかい、今度は。オッケー、ここはもう素直に降りる。オッケー、これでコイン4つ目全部取って、で、最後の1枚取って、何が起きたんじゃ。うわそんなとこにお前隠れてんの。わかるわけねえだろ。すごいな、このコース。よし、ラスト集中。パックンいるね、これ。パックンいるね。ちょっと待って、急げ。よし、これで最後大丈夫？うわー、怖っこれ。そんな予感した。これでいけるよな。いけるよな。いけると信じてるぞ。最後瞬間移動とかねえよな。ナイス。最後のそこ1000点なんで出たの？そこなんか仕掛けあったの？めっちゃ怖え。